レースでの勝利を目的に復活した R32GTR は R31 に比べボディを小型化、フロントスポイラーおよびリアウィングを標準装備し、空気抵抗の低減やダウンフォースを発生させた。軽量化という点ではボンネットやフェンダーをアルミ化、走りに関わる機能を最大限に盛り込んだフォルムとなった。搭載エンジンは最新のテクノロジーで作り上げられた RB26DETT ユニットで、当初は 2.35L DOHC ツインターボを想定していたが、その後 4WD 化が決まり、車重の増加に対処するため 2.6L に排気量が変更された。インテリアに目をやると、センターコンソールからインストゥルメントパネルまで全部で9連のアナログメーターが目を引く。シートはサポート性に優れた専用のモノフォルムバケットシートで、低く抑えられた着座位置とマッチして好評を得た。またシフトレバーの位置および形状やペダル配置なども人間工学に基づき、操作性を重視したデザインとなっていた。タイヤは市販車初の16インチ50扁平となったブリヂストンポテンザ RE71 を採用。フロントヘビーの GTR に合わせて新開発された専用モデルだった。16年ぶりの称号復活における絶対的な条件、それは他を圧倒する走りのパフォーマンス。数々の神話を生み出した GTR にとって、それは譲れない掟だったのだ。ノーマルスカイラインから遅れること1年半足らず、 GTR がついに R33 型へとモデルチェンジを果たした。懸念されていたサイズアップによる車重の増加は最小限に抑えられ、またスタイリングは R32 が持っていた獰猛な感じとは違った、どちらかといえば流麗な印象を受ける。そのイメージは期待通りで、空力特性の向上にも結びついている。細かいところまで目を配ると、この車はやはりその時代の走りの性能ナンバーワンの象徴として生まれてきたことをありありと伺わせる。基本的なコンポーネンツは従来の R32 型のものを踏襲し、熟成を深めるという手法が取られている。しかし R33 のやや間延びしたとも受け取れるパッケージングの中で、それがどう生かされているのか興味深いところだ。今回はアクティブ LSD を装備する上級モデルの V スペックを持ち込んでの試乗。より速く走るための最新の技術を惜しみなく投入し、そしてレースを通じて自らを鍛え、それをさらに市販車にフィードバックするという GTR スピリッツを R33GTR も受け継いでいるのだろうか。レースで勝つためのベースマシン、そして国産最速という印象があまりにも強いGTR。 しかし歴代 GTR の市販モデルには、ドライビングプレジャーの追求という普遍のテーマが掲げられてきたのも事実だ。そして今回もスポーツドライビングの喜び、意のままに操る快感が徹底的に追求されたという。今回のフルモデルチェンジの最大の特徴、それはV スペックに採用されたアドバンスドエアロシステムである。フロントリアのディフューザーから得られるダウンフォースによって高速走行時の安定性を高める。このレーシングカーのエアロダイナミクス技術を取り入れたことで、より本格的な走りを試行するというのだ。リアスポイラーは2枚翼に変更、フラップ部分のみを4段階で調整することにより、空気抵抗を上げずにより大きなダウンフォースを得ることができるという。インテリアは乗り込んだ瞬間から走りへの期待が高まるようデザインされた。シートはサイドとショルダーの張り出しが大きくなり、
従来から定評のあったサポート性がさらに向上したと思われる。メーターはスポーツ走行時の視認性を優先し、タコメーターを左側に配置。さらに V スペックでは3000回転以下のメモリが圧縮されている。また新たにマルチファンクションディスプレイが開発され、これまで GTR の特徴であった3連メーターが廃止された。これは V スペックでは9項目のデータを液晶モニターに表示するもので、シングルモード、ツインモード、マルチモードの3つの表示形態を選ぶことができる。エンジンは熟成を重ねた RB26DEPP。 ブーストアップなどにより 2.5 キロのトルクアップを達成。 R33 では N1 使用車のみだった耐荷重性に優れるコンロッドメタルを全車に採用し、耐久性の向上も図っている。さらにボールベアリングセラミックターボの採用によって、よりコントローラブルな特性、すなわちピックアップやレスポンスの向上が期待される。しかし、エンジンの冷却性能を向上させる根本的な対策は今回も見送られ、ニスモ製のオプションパーツやアフターパーツに委ねられた。ミッションはゲトラグ社と共同開発したクロスレシオの6速アクティブ LSD を踏襲するアテーサ ETS プロシステムは、総合制御される ABS も含め、より緻密にプログラムされた。タイヤは専用開発のポテンザ RE0401 8インチ。期待されたブレーキのサイズアップはなく、従来通りのシステムだが、パッドの変更により制動力も向上。またフロントバンパーサイドのリップ形状により冷却効率を高めるなど、サーキットでも安定したブレーキ性能を実現したという。サスペンションはニュルブルクリンクでのテストにより徹底的なセッティングがなされているはず。特にリアはスタビライザー系やブッシュに至るまでリファインされ、接地性を向上。よりドライバーの操作感覚に忠実な走りが追求された。ついに今世紀最後にして最強の GTR が誕生した。1999年1月スカイライン R34GTR が産声を上げた。最新テクノロジーで武装した新生3代目の GTR である。R32GTR の登場から10年、 R33GTR から4年、全てに進化が図られた R34GTR。 究極のドライビングプレジャーを追求した最強のストリートマシン、それが R34GTR だ。最強伝説が今ここに始まる。